お疲れ様です。めいめいチャンネルに来てくれて、ありがとうございます。今週も、軍団対戦になりますねー。来週は、火曜日が月末なので、メンテナンスは、明日になるのかな？わからんけど。今週は、5回の失勢で、491% の破壊率だったんですが。ま、何枚取れたかは、この後を見てくださいねー。最後まで、ゆっくりしていってね。第一姿勢は、11番に攻めました。施設レベルは、183でしたね。はい、罰印陣形ですな。左から、芝居。器次第で大気足らん。下に、カプカ。上から、砲塔。右に、ブレス攻防です。この陣形は、これである程度削れちゃうんですよね。うまくいけば、砲塔で脳高が出せるんだけど、どうなるか見てみましょう。ちょっと、カツカがちょっと相撲心中ですな。右に回って欲しかったんだけどねー。下の二人が、良くない動きになっちゃった。さて、左サイドを余猛で壊す感じですかねー。敵を掃討しろ。城にダメージ入れれなかったな。奉仕塔の残りも多いし、厳しい戦いになりました。時間がなくなってきちゃった。早めに脳高出さないと、無理だねー。ということで、98% の1枚でした。第二姿勢は、7番に攻めました。施設レベルは、168でしたねー。中に塔がいっぱいありますねー。片方のサイドは、壊しておきたいですな。左から、芝居。右に、カプカ。下から、砲塔。上に、ブレス攻防です。上位大金の3本の奉仕塔を、砲塔で壊せば OK ですな。なかなか削れていってくれませんねー。
応、想定通りには壊せていますが、どうなるかな。はい、左上から読もうですかねー。冒頭で、脳高発動できましたよ。さらしが見えてきましたねー。はい、左下から読もうです。波状まで行ければ最高ですねー。はい、波状は無理でしたが、締めていきますよ。あら、ちょっと時間が足りんかな？はい、一枚でした。第三姿勢は、4番に攻めました。施設レベルは185でしたねー。はい、バツ印陣形ですねー。一応得意陣形ではありますな。右から芝居、器次第で大気足らん。上に角化、戦の仕方は左に砲塔、一歩も動かぬ。下からブレック攻防です。なかなか進みません。さすがに4番だし、硬い感じですね。さて、あとは中をどのくらい削れるかですね。スプリットさえしなければ、さらしが見えますねー。はい、左上から読もうです。脳高発動、さすがにさらしいけるでしょ。ダメだ。
砲塔が頑張ってますが、締めの作業行きます。はい、城に取り付いたので勝ち確ですな。さら地が取れました。第4姿勢は10番に攻めました。施設レベルは184でしたね。今回は×印かこの形の陣形ばかりですな。左から芝居、右に角化、下から砲塔、上にブレツ攻防です。まずまずの状況なのかな。左側が残りそうで怖いんだけど。ちょっとスプリットしちゃうかな。右の射撃塔は塀で壊すしかないね。これは良くない状況です。予毛でノウタカ出せなかったのは非常に痛いです。城周りには穴が多くて火力が減っていくねノウタカ出せてたらいけてたな。発動と同時に終了。奪還は3番の人に攻めました。施設レベルは183でしたね。はい、×印陣形さら地狙っちゃいますよ。左から芝居、器次第で大気足らん、下に角化、上から砲塔、右にブレツ攻防です。×印は何度も攻めてるので出し方に迷いがなくなりました。
問題は中だけど、口頭でノウタか出せるといいなぁ。そうなったら、余毛は白狙いですねー。はい、時間もあれなので、早めに読もうですダメだ。武将に捕まったのが痛いね。ノウタかを出せませんでした。ブレチ攻防のスキルが、うまいこと城に飛ばんかなぁ。やっと、ノウタカ発動です。ということで、今週も奪還失敗でした。はい、最終結果は、負けてしまいました。走破戦のトーナメントに出るような人がいましたし、なかなか厳しかったですねー。ま、こんな強い軍団と戦うのも、面白いっちゃ面白い。結局、500% 中の 491% も削ったのに、7枚なんだもんな。ま、先行をやってる限り、この呪縛からは逃れられませんけどねー。それでは、今回はこの辺で。最後まで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけると、励みになります。次回も、ゆっくり見ていってねー。